はいどうも、キスケです。今回はスパーキングゼロ、ヤジロベエがヤバすぎると海外で話題になってるんで見ていきます。この前は身勝手の自動回避がヤバい、次は気力減少なしで自動回避できるウイスがヤバい、その次はヤジロベエですか。ぶっちゃけさ、身勝手とウイスに関してはまあ原作基準の強さに調整するんやったら強くて当たり前じゃねって思ってたんやけど、ヤジロベエですよ、やばいわけないだろうと思うわけなんですけど、ちゃんとやばいです。何がそんなにやばいのか、まあ実際のプレイ映像を見ながらちょっと解説していこうかなと思います。はい、ということで見ていきましょう。ヤジロベエ VS 魔人ブー。なるほど、結構しんどい対決になるんじゃないですかこれは。大丈夫ですか。プレイヤー側がヤジロベエっていう感じですね。さあ早速見ていきましょう。対戦スタート。いやーいいね。いや、ヤジロベエの体型いいよね。このずんぐりむっくりみたいな、そういう感じめちゃくちゃいいよね。おお、いいよ、結構戦えてるよ。普通にダメージも入ってるよね。あ、でもそんなか。あー、そんなだな。あ、落ちてっちゃう。石投げたら。石投げてますね。いやー、なるほど。いや、ヤジロベかわいい、めちゃくちゃかわいい。すげえ、こんな俊敏なヤジロベ見れるのか。スパーキングモードになる、なる。スパーキングモードになっていく。まあラッシュの攻撃とかはあんまり。おおお、頑張れ。おおら、あれ。おお、かっこいい。13,500。嘘だろ。嘘でしょ。え、だって、邪念馬の必殺11,000ダメージとかじゃなかったっけな。すげえぞ。あ、センズ食べた今。ああ、センズ食べれてない。センズ食べて。センズ食べれてないね。あの、技のスロットの中にセンズって書いてあったね、ちょっと。ああ、負けちゃう。ああ、負けちゃった。負けちゃった。残念。さあ、リベンジマッチって感じですね。ヤジロベ VS 魔人ブーということで、まあ、センズのね、ちょっと能力が、まあ、やばいっていう噂を聞いてるんですが、ちょっと見たいですね。どうなんでしょう。ただ、センズビーンズって書いてるよね、スロット2番目に。でスキルストック5を使うんだよな、これ。そう。だから、そんなポンポン打てる技ではないと思うんやけど、ちょっとどういう能力なのか見てみたいですね。さあ、どうなるか。まあ、やっぱラッシュのね、速度とかは遅いだろうな。ヤジロベエはね、しょうがない。一般人なんで。わた体力。おい、体力どんだけ回復したんだよ、これ。まだ試合序盤やから、あんま、あれですね。どんだけ回復してるかは分かってないけど。でね、これね、多分何回も使えると思うんだよな。そう。先祖を使えば、体力無限だと思うんですよね。やばくないそれ。やばくないか普通に。あれ見失った。あ、いた。結構離れてるね。あー、後ろ背後取っていく。さあ、これは？あー、かっこいい。あー、かっこいいやん。7500。なるほど。まあ、ぼちぼちのダメージなんじゃないかな。おそらくやけど。必殺技では結構ダメージ出すことができる、まあ、キャラクターっていう感じなのかな、おそらく。でこれ、ダメージめっちゃ食らってるけど、スキルストックが5になったんで、センズ食えるっていう。ポリ。おい。おい。無限やんけ、これ。おい、嘘だろ？大丈夫だろ、これ。
ああ、これは話題になるわ。先頭無限やもん、これ。一回だけとかじゃないもん。体力無限やん。だから、やじろべえと戦うときは、体力ミリ残しとかで、やっちゃうと、もう、結構きついってことだろうな。おそらく。ところで、スパーキングモードに入っていく。あ、でも、結構ダメージ出るやん。ラッシュ。普通に出るやん。ああ、外した。ああ、倒した。なるほど。さあ、ということで、セル VS スーパーサイヤ人孫悟空も見ていきましょう。このセルは、体テカってますけど、どっちなんでしょうか？ちょっとわからんよね、ビジュアルだけじゃ。まあ、バチバチっていう、雷まとってないから、多分完全体なんじゃないかなって思うけど。いやー、かっこいい、悟空。いや、もう、改めて見ると、クソかっこいいな、孫悟空。思いません？超かっけえや。マジで。いや、やじろべえのラッシュが遅く感じちまうよ。この二人の対決を見ちゃうと。なるほどね。先頭、バカスカ食えるんだ。まあ、一応、スキルストック5を使うっていう、まあ、大技ではあるんやけど、それでも体力満タンになるのかな、あれって。やばくないか。さあ、スパーキングモードになっていく。外していく。めちゃくちゃ隙でかいね。外した時の、うわ、かっこいい。めっちゃかっこいい。お、わあ、かっこいい。おお、強っ。え、もう倒したやん。え、やばくね？ 火力やば。はい、ということで、まあ、やじろべえのね、プレイ動画をちょっともう一回見ていこうかなと思うんですが、1試合目では乗ってなかったよね。2試合目で、先頭ポリポリ食うシーンが見れたんですけど、これさ、ここにね、マウスのカーソル見えるよね、これ。体力、まあ、何ゲージ残ってるかっていうのがあるんですよね、ここに。見えるよね。で、体力3ストック残ってると。で、魔人ブーも3ストック残ってるんですけど、これちゃんと食うとね、ここのゲージもね、ポンって回復したんですよね。ほら、今2つになってるでしょ？多分、先頭そろそろ食うんじゃない？これ。体力満タンじゃね？これ。先頭食うたら。やばくない？それだと。先頭食うて。多分もうちょいで食うと思う。はい、く、今の見た？ マジか。お、スキル、体力。あ、増えました？ マジで。やばくない？これ。で、しかも、まあ、最低、この試合では2回、先頭食うてるから、やばいよね。これね、見てもらったら分かる通り、ここに3とか5って書いてるでしょ？で、ここの数字を、いくら消費するかっていうことなんですよ。で、この2番目のスロット、センズビーンズって書いてるけど、これが、まあ、センズを食うて体力回復する必殺技なんですよね。まあ、スキルストックは5が満タンなんで、全部消費することにはなるんやけど、これさ、まあ、この映像では分からんけど、体力なんかもうミリ残しみたいな、もうあと一発気弾食らっちゃら死んじゃうよみたいな、そういうタイミングでセンズ食えたら満タンなんのかな。その辺もね、ちょっと気になるんだよな。それだとやばくないか。さすがに。まあ、センズっぽいなとは思うけどね。うん。センズはそうでなくちゃっていうのはあるけど、正直。で、やじろべえのラッシュもね、弱くない。うん。魔人ブーに対して、結構なラッシュダメージ入ってるから、スパーキングモードやったらっていう感じなのかな。で、これかっこよすぎる。めっちゃかっこいい。いいダメージよ。7500ダメージぐらい入ってたよ。で、スパーキングモードになると結構ダメージ上がんのかな？やっぱ、やじろべえでも。すごいよね、それだと。うん、普通に強い。さあ、体力バーが今2個になってますね。さっき3つやったけど、ポリ。ちょっと待ってよ、それすごいって。いや、でもまあ、隙だらけではあるんだよな。ちょっともう一回見てみるか。こっから食うよ。ポリ。いや、隙。
あるけど、どうなのこれ、やばくないか普通に。ちょっとさすがにさすがにすげえなって思うやけど、これはどうなんやろな。これ石投げる技とか斬撃飛ばす技とか可愛いよね。で必殺技は普通にかっこいいし、でほんまやったらもう負けてるぜだって。さあスパーキングモードになるとラッシュのね火力めっちゃ上がるんだよな。ほら見て、すげえ減る、6800で、これは外すと、あ当たって死んじゃうのか、なるほど。いやーやばいねこれは。いやまあ楽しみやけどね、ちゃんと原作を再現してるんだなっていうのが分かって個人的には嬉しいんやけど、まあどうなるかっていう感じやな。これでコスト低かったらさ結構入れ得じゃない思いません？いや主要メンバーやられたけど、なんかヤジロベで戦図食いまくって体力差で時間切れで勝つかみたいな、そういう戦術も生まれそうで、ちょっと頭を悩ませそうな要素ではあるかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんのヤジロベに関する感想を教えてください。このチャンネルではこれからもスパーキングゼロに関する動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録や高評価で応援のほどお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。